はい、どうもドライトです。さあやっていきましょう。100日ハードコアです。よろしくお願いいたします。それでは10日目です。やっと10日目、10分の1でございます。では行こうって、こんな感じか。確か敵が目の前におったよなって感じっすよね。あー大変だ。確かいたけど食料あったよね。あ、どうだったっけな。明かりもないのか。いや作れるね、作れる作れる。石炭じゃなくて木炭で作る。よしよしよし、大丈夫かな。 OK。 おー、いる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 、敵いる敵いる。どっから落ちたんだろう。そう、それが分かってないからめちゃめちゃいる。来た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 。よし、行きたいけどちょっと待って、怖い怖い怖い。おいおい、あー待って。よし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 。あー、こっちこっち。でモンスター、モンスターハウスやんけ。ちょっと待って、モンスターハウス、モンスターハウス、やばいやばいやばい。もういない。からか、ここがちょうどこれだから。あ、来た。よし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 。え、後ろ後ろ、嘘。あ、まずい、まずどこ。あ、怖い怖い、ちょっと待って。うわ怖い、逃げろ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 、一旦逃げろ一旦逃げる。やばい、うわ怖い。食料食べて、これどこ、開いてた、危ない。あら、はいはい、よし喧嘩しろ。オッケー、うわ、やだやだ、あ、待て待て、うわ怖い。よし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 、やばいってやばいってやばいって。ここ、え、どこだ、どこ、ここ、ここが今あれか。ってことは、よし。丸いし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 。ここは、ここね。こうすればいいか。で、あ、よかった。ここで。で、こうだな。これこれ、よしここ、よし、あ、あ、いける、帰れる帰れる帰れるぞ、帰れる帰れる帰れた。あー、よかった、無事帰れた。あー、なかなかハードやった、いきなり危な。いや、これで村に帰れる。村の保護も考えないといけないんですよ。よし、じゃあガラスで、ガラス瓶を作る。で、ガラス瓶の作り方、出てきた出てきた、よしよし。これをまあ6個ぐらい作っといて、毒になっても大丈夫なように、蜂蜜ハニーボトル取っときましょう。この辺に蜂蜜、蜜蜂がいたんで、蜜蜂の巣がどっかにあると思うけど、あったあったあった。あー、まだ育ってないのか。で、今太陽真上か。あ、またゴテサポつけるの忘れてた。忘れるよね。いけね。また忘れてた。よし、いこいこ。さあ、まず鉄を売ろう。鉄を売ります。鉄売り鉄売り。村人確かこっち側によく、あ、いた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 、いるよね。で、あ、いましたね。この方じゃないか。この方は石工の人やから。いないですね。あ、いたいたいた。いや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 。あ、あれ？マジっすか。んじゃい。とりあえず石工さん運ぼうかな。まあ、どう運ぼう。糸と、そう、スライムボール持っ
ってるけど行商に取ってなかったっけ、一回どうだったっけ、あったっけな、行商にでボートを持ってボートで連れていく感じか、ボートで連れてって村人を一箇所に収容するという感じですね。リードあったっけな、スライムボールはあるんよ。ただリードがあったかどうか、なんかリード手に入れたような手に入れてないような感じだったけど、あーないか、じゃスライムボールで作るか。よし、じゃあまあとりあえず交換はいいや。まずいらないもの、これいる。でリードを1個ゲットして、じゃあここで1頭はこっちか、ちょっと変えないといけないな、これ結構バラバラっすね、アイテムが。あー、これはいる。まあスライムボール今いらないでしょ。あ、どうも豚ちゃん。村人をどこに置こうか、自分の家はこれだから。村人をね一箇所に収容したいから、ベッドと、あ、ボートとリード、ボート、あ、木がない、木材がなしか。よし行こう。まあこの村の近くにやられないように収容するか。怖いな、ゾンビとかスケルトンにやられないようにしないといけないけど。よし、木材でボート作ってやな。てかもう日が暮れるんですけど、また地下に行かないといけないのか。村人収容まで時間かかるね。ボート簡単になったね、ほんと。いけるかな、ボートに乗せるだけだったらいけるか。よし、さあ行くぞ。時間がない。もう次はもうあれだな、地上におっといてやな。村人は働かせよう。村人ちゃん、この人は石工さんか。粘土が近くにないから難しいね。石工の人、あ、いたいたな。行くよ。さあ入れ。で、リードを持って、ついていくだけ。あ、いいね、簡単。よし、職業ブロックを。よし。職業ブロック取っていかないといけないから。これやね、確か。お、なかなか時間かかる。で、ベッドどこなんだろう。これかな？回収しよう。はい。さあ、来るんだ。お前の住居は用意している。嘘やけど。ああ、さあ来い。さあ来るんだ。さあこっちだ。いけるか。よし。一段上がるのにこれ階段かな。まあダメだ、ハーフブロックか階段で行けるかな。やってみよう。よし、階段でやったことないんだよな。あ、ダメか、やっぱハーフブロック。マジか、ハーフブロックいるか。あ、てかもう夜だ、もう行こう。夜になるとゾンビ出てくるからね、気をつけないと。
じゃあさ、地下の続きいきますか。でこれで紙の素材のこれが手に入るわけよ。うん、めっちゃ育ってますね。オッケー、サトウキビ紙の素材いいね。よし、オッケー。でハーフブロックを作らないといけないのか。まずはこれいらない。でハーフブロックは結構ブロック集めてないか、そんなに集めてないか。じゃあこれでっか。これで、まあ、ハーフブロック作っといて、まあ、すべすべっぽいからこれでいくか。で、今いらないものは置いていく。石炭も置いておこうか。で、これもいらないでしょ。で、ガラスもいらない。ガラス瓶があるやな。こんなもんかな。これか、あと。はいはい。じゃあ続きいこう。どうしようかな。今度はもうスルーっといけるから大丈夫やけど、明かりがないといけないですね。急に敵が出てくるとかあるよな。暗いもんな、こっちが。はい、めちゃめちゃ暗い。あ、暗ー、怖い。急、あ、鉄だ。鉄来たー。いないよね。いや、いそうなんだよ。すぐ出そうなんだよな。どうしよう。怖い。クリーパー出たら一撃やもんな。やばい。よし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 。どこだろう。あ、いるね。いいでしょ。よし。とりあえずダイヤモンドのツルハシ。あー、やばい、こいつはきつい。 OK、 よし、よし、 OK。 危なっ。いや、まだいる、まだいる、まだいるやんけ。ほい、ほっかー。こうで作ろう。よし、あぶね。ほっ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 ほいし。よしよしよし、作るぞ。うわ、スケルトンがいる。はっ、待って。あー、うわ、エンチャント弓じゃないか。エンチャント弓怖い。よし、怖い怖い。よしよし、当てろ当てろ。よし、敵のね攻撃をね利用して。いやー、どこにいるなー。よしよし、自分でやられろ。オッケー。あー、弓落とさんか。エンチャント弓欲しい。うわっと、うー、怖い。あー、めっちゃおる。うわー、怖い。まだいる。よし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 、後ろいる、後ろいる、まずいまずい、まずいまずい、後ろいる、後ろいる、怖い。うまだいる、まだいる、まだいる、いろいろ、違う、いろいろ。よしよしよし、次俺だぞ。うわ、よし。あー、怖い。まだいる、まだいる。おお、怖い、まずい。なかなか、はあ、やばい。レベルが高いぞ、この戦い。あ、まだある。怖え。怖いよ。死ぬやないかい、もう。うわ、クリーパー、クリーパー。オープンねー。なかなかハードやな。本当にハード。ほんとハードコアだよ。え、今、嘘、マジョ、嘘だ、嘘、あ、終わった。あー、終わった。10日目にして終了だ。あー。
終わってもうた。ちょっと待って、嘘でしょ、ここに来て終わっちゃったよ。終了だ。ああ、星空が、ああ頑張った世界だ、私の頑張った世界です。え、最初どっち行ったんだっけな。こっち行って、あれどっち行ったんだっけな。こっち行ったのか。ああ、いや10日か、初回は10日か。いや全然行かなかったな。最初どこで止まったんだっけな。あ、ドーン入れようかな。ダメだ。ちょっとなんか特殊なやつで遊ぼうかな。いや、違うな。道違うな。あれ、どっち行ったんだ？いや、あれはガードが正解だったな。なんか海沿いを渡ったって感じはしたんだけど。あれ、どっちだ？いやー、まさかのまさか。クリーパーにやられてしまいました。はぁ。悲しい。やっぱアドオンを入れて楽しむのがいいかな。とりあえずマーケットプレイスパスのアドオンを入れて、頑張ろう。いや、ショックが強い。あれマジどっちだ。自分のルートが分からなくなっちゃった。あれどっち行ったんだっけ。あれどっち行った。俺最初結構あんまり進んでなくって、で最初の森行ったっけな。行ってないような気がするんだよな最初。やっぱこっちか。でもこんな海すぐに渡らんかったからな。やっぱこっちか。でこっち行ってこう行って、でなるべくこっちを渡ってた気がする。見覚えがない。で最初のところは、あ、でもこっちか。こっちだ。通ってるもんね。うん、通ってる。で、山行ったんだっけな。なんか夜になって、経験値がある。ってことはやっぱこっちから行ってるね。結構落としてんな、経験値。あったあった。最初の1日目の夜はここで過ごした。そう、過ごしてましたね。何があったんやろ。ああ、こっち側か。近くにはあったんだ。遺跡じゃないわ。トライアルチャンバー、試練の間があって、2日目こっち行ったんですよね。ぐらーっと回って、ぐわって回ってからの、こっちを渡ったんかな。そして、この辺かな。あれ、山は渡ってないよね、俺。なんか、ここ行った覚えがあるんだよね。で、丘行ってからの、あ、覚えてない。もう覚えてないわ。とりあえず、森じゃなくって平面行こうって感じだったよな。で、山を、渡ったんだっけな。あー全然わかんない。地下見たらわかるかな。なんかそういった建築系階段があればそっち行ってたような気もするけど、こっち行ったんかな。いや経験値あるな、ここめっちゃある。経験値の余りがルートになってるわ。おー。で、どこだ？どっかに、
どっかにドアつけたよな。あ、もうルートわかんないわ。こっちに行ったような、行ってないようなって感じよね。ああ、マジでもう本当に。やってもうたな、これ、ほんと。あ、村が見えない。頑張ってね、ツルハシ、手に入れようと思ったけど、手に入れなかったツルハシ。悔しい。マジ悔しい。ってことで、10日目終了です。あー、このワールドも終わりました。じゃあ、また、次回、なんか、アドオン入れて頑張ります。はい。では、ご視聴ありがとうございました。また、よろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。